お外へ出るとすぐに鼻水だらりんこ。今日も鬼シャンポ行ってみましょう。今日は日差しが強うございます。よって、あ、なんや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 、音がしたぞ今。物は落としてないはず。えい、日陰を狙ってまいります。大きくてヘンテコリンな木の下でやってみましょう。真ん中来たね。真ん中、こうやってこうやってこうやって、いつもと違うアングルで、ね、向きと違う方が空いてるでしょ。こっち向くと向きだ。ほぼ真後ろ撮ってる感じ。新緑が美しく輝いております。疑似 HLD HLG か、うん、よく忘れます。ちょっと曲がったの。ああ、元が落っこってきた。来んやろ。ちょっとね、無理してこうやってマウントしてあるから、ガンってやるとふっふっ動いちゃいます。なるべく段差の少ないところを選んで行かねばならない。へえ、ハハしてます。おっ、どんどん、ほら曲がっちゃったでしょ。どんどん曲がっていくの。よいしょ、少し曲がってるから勘弁ね。勘弁ね。あっと来た、あっと来た。よいしょ、どうくしどうくしどうくしどう、おっと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 、ジン、出た。あー、お花が全部、あ、落としたんだね、お花。ちょっと回すよ。多分お花を落としたんでしょ。曲がってるの、どんどん曲がっていく。ちょっと待てよ。ドン、よくしょなしょ。これね、はい、このぐらいにしとかないとダメだね。おーっと、はい、こっち向けてキュッと閉めてね。お花を全部落としてある。ただこっちが、失礼、こっち側のお花がものすげえ咲いとる。なんだこりゃ。ただ脇の花が枯れちゃってるから写真はダメだね。ダメですね。この辺から狙うても隠しちゃう。枯れた花を隠しちゃってごまかして、とってもしょうがないな。行きましょう。今日はなるべく森の中を走行もして、森の中を走行して影を狙っていきます。出ないと焼け焦げます。本当に目がやばいんでね。だからいつもサングラスをしてますよ。花粉だのホコリだのの対策にもなっております。だから大きなメガネ、フレームのないノンフレームメガネ、調光でもいいものと悪いものがあって、これは買ってみないとわからないから、このメガネに関しては
今のところグッドです。ツバがついてるから上の方が白っぽくクリアっぽく、光線の当たりやすい下の方が黒くなってます。上手に調光しております。今ぐらいの木漏れ日当たってるとあそこも綺麗だな。木漏れ日、鳥さんがいなくても木漏れ日だけで綺麗です。こんな日は木漏れ日を狙っていきましょう。もみじ亭の北側になるかな。すごい枝ぶりの大きな木があるポイントです。気になっていたポイント。ただ木漏れ日もあまり当たってないぐらいのところだから地面がぐちゃぐちゃかもしれない。行ってみようか。回してみる。クルリンコね。クルリンクルリンクルリン。こっち見えた。よいしょ。これは降りないと危険です。よいしょ。前向いて止めて、これじゃないこれじゃないこれじゃない、こっちだ。はい、前向いて、ここら辺は誰も入ってこないんではないかな。ただ道からは近いからギャスかピースか騒がれると音ガツンと入っちゃいます。この辺は杉の木なのかな。この上よ、ほらこれちょっと変わったポイントだな。他と杉の木でしょこれ。でこっち側何の木これ。わからない。欅？欅はこっちだな。つるっとした感じの。こっちは何だろう。わからない。ちょいちょい。こんなポイント差入ってきた。よいしょ。回って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 、真ん中でもいいや。ね。暗いのよ。今明るく撮れてるからね。かなり暗いですよ。多分ソニー出したらもっと暗く撮れると思う。露出上げても、上げると空死んじゃうからな。あんまりにも。外の道も近いな、かなり。と、うるさい車が通るとガーって入ってしまうでしょ。ほら、回れよ。何引っかかってんだよ。ちょいとここ入ってってみっか。一旦ストップ。行ってみよう。探検、探検。蜘蛛の巣ないか、大丈夫か。蜘蛛の巣ないか。いや、虫がいる、虫がいる。うわ、すげえとこだね、ここ。うん。
うん、すっげえとこだね。完全に森の中だよ。一応道あるんだよ。道なかったから入れないね。道がなければ入れません、こんなところは。わあ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 、すげえとこ来たよ。なんじゃここは。虫が良い。今日は虫除け持ってまいりました。おーおー、あ、トイレのところへ出てきたね。トイレが近い。この木もすごいな。あ、ここスペースがある。あ、こっちが向くと、こっちが向くと屋根がちょこっと見えるでしょ。屋根がほら、お屋根が見えるでしょ、光って。ちょうどみんながカメラ向けてる方のポイントですね。裏から見てる感じだがね。ちょっとじじいたちいるか見てみるね。ちょっと今見たらいるな。一人二人見えたね。倒れんなよ。うら、倒れちゃう。よし、倒れない。こっち向ける。ほらよっと。ちょっとあそこまで行ってみる。まだね、まだ草が濡れてるの。びちゃ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 濡れてるの。いるね、人がいるね。一人だな。一人だけいるな。一人だけならば静かなんだよ。二人三人集まるとギャーギャーピーピー始まるんだよ。カメジってそうなの。あれ、二人いるか。あ、違う、通りすがりだったね。ちょ、おい、くるりん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 、倒して直して、おい、上げていきましょう。悪くはないんだ。だがあまりにもしけっぽい。あまりにもしけっぽい。よろしくないね。かちゃ向いてる。かちゃ向いてる。直して。はい。なんかブンブン言ってる。これは蜂臭いな。でかい蜂、頭の上で飛んでる。だから黒い帽子かぶってこないんだよ。いるから。オオスズメバチがいるのよ。だから、あ、亀爺発見。亀爺天敵みたいに言ってるだろ。危ない。あ、いるわ、いる。うっとしいのがいる。反対側に陣取ってた。いるいる。うるせえの、うるせえのいるよ。全然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 、この辺が一番、この辺が一番。
日が当たらなくていいポイントなのよ。うん、またここでのんびりすか。うん、筋力ともみじてだけ。鳥さんとってもあんまり面白くないっていうことです。この辺に、うるさいなこのハエ。ハエだろこれ、違うか、聞こえる、ほら聞こえた、帽子の周り回ってる、顔の周りにいる。ここでこうやって置くとガードになります。よいしょ、蜂、蜂だね。なんていうの、ミツバチの小さいみたいなやつ。別に何するでもないよ。あらあら、続々と来るね。カメジジが続々と来るね。ダメかな、虫よけ。虫よけないともうどうにもなんないや。この辺ちょっとね、耳とかね、この辺つけとくとあまり来ないから。ほら逃げた。あれ、蜂にも効くのこれ。ほらいなくなったよ。ブーっとこの辺飛んでたやついなくなった。え、無事だね。そんなごつい三脚使ってねえな。上物の割には両方とかその辺のごついやつじゃないね。なんかカゲロウのちっちゃいようなのが結構飛んでるのね、ブル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 って。だんだんやることがえげつなくなってきた。白線より前に出ないでくださいとか書いてあって、かく出たっていうのがキーワードになってるみたいね。出ましたか、出ましたか。そうなの、出ましたかっていうの。つまんねえから向こう行こう。うん、もう行こうか。音を立てないでください。ベラベラ喋らないでください。人が多いから来ねえんだとか、ベラベラ喋ってたらもっと来ねえだろう。分かってないよな、鳥たちからしたら丸見えなわけだからさ、ね。前に出よう、後ろに下がろうが丸見えなんだから。うん、大物狙いですか。いいかしら。大高さん狙いですな。この辺は乾いてる。乾いとる、乾いとる。たまに四十からとか来るから、それでも来たら取ってあげようか。バタバタバタってね、この木の幹をね伝って降りてくんだよね、四十からって。はい、ここは、ここは日がこっちへ傾く。そうすると丸っきりあれになっちゃうな。
この辺で、こっち側来れば、この辺来れば、あれかな。で、カメラは、こっちがお日様だから、こっち接着。して、カメラはこっちかこっち。両方か。ねえ。チャーリーは、チャリはやはりここだろうな。こっち側へズン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 と構えると、うん、大高狙いさんはね、機材がごついです。さすがにごつい機材を使ってます。デカ望遠使ってるからな。あれぐらいのじゃないとぶっ倒れちゃうからさ、風吹いたら。この辺の位置に構えてるからね。こっち向いてって、こっち向いて。スタンバイは下向いて。こんなもんで映り込むかな。ちょちょちょってやってるのも映り込むかな。ね、いつものように。ロケーションセッティング始めましょう。本日の海散歩、新たに RS3 用のプレートを手に入れました。ロッカーはこんな感じ。これ今この Y をなくさないようにこうやっているだけだからね。外します。ほい。もし万が一落っことしても音が出るように慣れるまで鈴をくっつけました。ここへつけた時もこの鈴が鳴るようだとダメなんですよね。挙動が早すぎる。振動があると鳴るとダメよってことですね。着ぶときここでしょ。で外したときに、さあこれどうする、この辺入れとくとまた何か取り出したときに落っことす可能性があるんですよ。ちっちゃいものだから、なくしたら入手するのは大変です。だから邪魔だけどここへつけちゃうだな。いちいちこれやるのめんどくさいんだけどさ、買っておいて使いましょう。この子はしまってていいよ。またこれどこ行ったってやるんだよね、後で。ああ、ティッシュが開いちゃった。まだ一度もマウントしてません。これついてるのはファルカムの F38 ワンタッチプレート。まずこれで行ってみましょうっていうことです。問題なくつけ、ね、精度もまあまあです。多分5ぐらいでいいんじゃないかな。ちょっとここのこういう留め具も調節してあります。一旦緩めてちょうどいいところで止まるように調節してあります。しないとガカガカっていっちゃうからね。じゃなかったら入らないとかね、きつすぎて微妙です。はい、今度はこの状態でパチンってワンタッチでつけられるでしょ。これいいでしょ。見える。ピョロリンピョロリン。さあカメラ出しましょう。とりあえずまずは1635ついてるから、そのまま1635でバランス取ってまいります。バランスバランス。
Thank you.